はい、というわけで、ついに来ました、都市伝説検証編。全イ集エーイ。テンションが低いまな、おあ、い。なんか都市伝説っていうと、みんな結構怖いものを想像しがちなんだけど、なんかそうじゃなくて、なんかちょっと違うジャンルというか、ね、こういうことできたらすごいねっていう、なんか方向性で考えたやつを2つ用意してきました。ちょっとタイトル的にはね、なんかちょっとあれなんですけど、僕が考えた一つ目、おでこテレパシー。で、二つ目が、宇宙銀行。まあ、宇宙銀行。これ聞いたことある人は聞いたことあるかもしれないです。で、おでこテレパシーっていうのはですね、相手のこうおでこにね、自分のおでこをくっつけて、こう数字を思い浮かべたら、相手にそれの数字が伝わるっていう。そういうことがあるんですか？これを、トランプとかを使ってね、例えば1から10の数字で、こう、片方がこう、数字を思い浮かべて、そのカードをね、こう、持っといて、で、向こうにこう、何番みたいな、なんかこう、数字を伝えて、その人がそれを選べるかどうかって、検証してみたいと思います。1から10ですね。ね、もう、まだ念じなくて大丈夫ですよ。あまだ引いてないから。まあいいですね。ね。いいですよ。というわけで、まずは、寝そうな今旦那と、僕で、ちょっと見切れてる今旦那と、ちょっとやってみたいと思います。わかりました？本当に？じゃあ一回だけじゃあ、やってみましょうか。今旦那まず、とりあえず、この中から一枚自分で選んで、好きなんですね。自分で見て、数字、じゃあこれにどしれでようもいいんですかか。来ましたね。で、そのまま、一枚そのまま、別でここに置いといてください。置いといてください。伏せて、そのまま置いといてください。番号わかりますね。おいっはい。す。じゃあ、僕とちょっとおでこをくっつけて、その番号を思い浮かべてこう。はい。よし、いきますよ。番号を思い浮かべてください。スキャン中。読み取って。浮かべてます？浮かべてます？浮すごいですかべてます？おお、くれてます。ごめんなさい。送った送った送った。送信完了。なるほど。合ってるかなこれ。これ僕と今田さんの相性がね、これで分これかりま合っすかね。てたらびっくりすんな、マジで。1回目ですからね。そうですね。3回ぐらいやってみて、何回当たるか的なところでやります。そうですね。じゃあこれ今田さんね。はい。で、僕これ僕です。せーせーの。の。なんぼ？全然違いましたね。全然違いましたね。全然違う。違う。全然違う。じゃあ、セカンドトライ。どうぞ。これ、読み取る側交代しなくていいんですか？そういうのにお願いします。OK です。読み取りやすい人と読み取りにくい人が多分いるんじゃないかなと思って。なるほどね。送受信でね。OK です。お戻りください。すごい絵だ、これ。これすごい絵だ。来たような、来てないような。よし。あーっしゃー、そうしーずー、そうしーずー。いけー。もう全然わかんねえ。さあ、では、はい、いきますよ。せーの、ドン。ドン。惜しい。セカンドトライ外れましたね。セカンドトライ外れました。これ、じゃラス1、じゃあちょっとラス1。これでもだいぶいいとこまで寄ってったんじゃないですか今。多分ね、ちょっとね、ちょっともうちょっと近づいてますよ。行ってみてください。よし。OK です。 OK ですか。はい。じゃあ僕に送信をいただきますね。送信お願いします。もう今さんとこんなに唇近いの初めてだ。すごい絵だ、やっぱり。何度見てもすごい絵だ。今回ね、多分ね、
数だと思うんですよ。キスだけに。もう一回寝るか。もう一回寝るか。そこまで寝ぼけてるね。そういう、そっちの方だったのみたいなね。さあ、では、3回目。はい。これだと思います。せーの。じゃん。おおかえりなさい。おかえりなさい。おかえりなさい。沢村さん、おかえり。離れましたね。何ですか？何ですか？おお、全然違う。全然違う。送信機がずれてんのか、受信機がずれてんのか、もともとないのか分からない。違うんですね。違うんですね。違うんですね。これ逆でやりますか、じゃあね。逆でやりますか。逆で僕が送る方でやりますよ。はい。いきますよ。はい。はい。レッツゴー！よし。ゴー！あ、何やろ。あのね、侍さんね、それ言ったらね、何もない。本当ですよ、何もなんない。分かりました。なんかパーツにもアウカの数字ある。はい、気持ちいい。めっちゃ早い。ちょっと早いよ。絵面的にはなんかあれですけど、はい、こうなって今来た数字を、今来た数字を、今来た数字を、ね、パッパッと。もしかしてこれは受信側はダメだったのか、逆だったのかもしれないですね。これかな、多分これだと思うんですよね。受けか攻めかが違ったっていう。間違いなくこれだと思うんですよね。頭に入ってきたのは。パッてきました？パッてきました。せーの。バッ。あ、違う。あれ？あれ？あれ？どうなってます？どうなってます？違う。あー。息しなるものでしたね。3も違う。3も違う。ただいま、6回中のね、今4回目で1回も当たってないっていう。よし、行こう。よーい、はい、スタート。よし。グレーのあの、曲でも歌いましょうか。あー。唇に生まれた。あの、これかな。あ、行きました。来た。行きました、はい。はい、さあ来ました。はい、選びます、カード。はい、選んでください。でもこれね、結構シュールだよ。知ってる、全員が知ってる、全員が知ってることなんです。これタイムラグで見てるとなんかシュールの絵ですね、これね。シュールの絵だわ。すごい、きついわ。はい、じゃあカード持って。はいはい、せーの、バン。全然違う。1。じゃあラス1当たるかなっていうね。ラス1当たるか。ラス1当たるか。はい、すいません。あの、またもう一回ちょっと、絵面的にちょっと。あの、運営指示になるかな。はい、いきますよ。はい。これは当てよう。これは当てよう。当てよう。はい、よし。よし、行きますよ。ただの BL だよ。はい。ただの BL っていうか、見る角度やばいんだけど。私参加したらちゃんとしたことになるんでしょ。はい、いや、わかんないっす。俺が送る方一だって。はい、こらこらこら。はいはい、行ってもらいます。はいはい、これ来てるよ。し、これ来た、これ来た、これ来た、来ました、来ました、来たわ。これ来ました。これ間違いない。6回目にして通じあったかもしれない。やばいかもしれない。でしょ、ちょっとやばいよね。角度やばいよね。ニコ生の角度ちょっとやばいんで。そうだったんだ。斜めになってからちょっと怖いんで。さあさあさあ、カードを持ちまして、はい、6回中1回でも会うことができるのか。はい、せーの、テン。違いますね。検証終了だあれですね、まあ今田さんと僕のあれが通じ合ってなかったんですね。はい、残念ながら。残念でしたね。ただ、ここで検証終わりじゃないです。おっと。やっぱり、ここ長年相方を務めてる、やっぱりブーちゃんと俺が、やるべきだと思うんですよね、これね。あー、きつい、はい、やるべきだと思うんですよ。きつい。何がきついんだよ。何がきついんだよ。君はね、ただおでこくっつけるだけだよ。よしこいよ。よしこいよ。オルゴイヤ。ちょっと忘れちゃった。なんだよ。なんだよ。もう見えたよ。もう一回やってよ。違うやつで。よし、オッケー、オッケー。シャコイヤ。よし、行くよ。よいしょ。よいしょ。なんか気合の入れた感じですね。これはもう相方だから分かると思う。送ってる？うん。
はい、これだって思ったね。何択か出たんですよ、正直言うと。そう、俺も何択が出るんだよね。何択か出るんですよ。うん、でもね、全部違うのね。さあ、僕はこれを選びました。お先に見せるタイプだ。さあ、というかな、ペン。おー、3。3でございます。はい。ちなみに、他の候補は7。7。な、7、8ぐらいかなっていうのと、うん、いやー、3みたいな。あ、なるほどね。いきますよ。はい。せーの、ほ。10。全然違いますねー。うん、ちょっと浦田さんはね、ちょっとテレパシーを使いすぎたんで途中退場です。すいません。途中退場退場退場でございます。途中退場でございます。はい、はい、うん、じゃあ行こうか。行こうか。さあ行こう。ドン。はい、送りまーす。どうぞ。よいしょよいしょよいしょ。はい、はい、はい、来た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 。もうね、実はね、もうね、なんとなくね、うん、これがもうそろそろ来るんじゃないかなって思ってたんですよ。うん、いきますよ。うん、ねっつって4。おぉ、4。ちなみに他に今回は候補ありましたか？ないです。もうこれだと。これだ、バッチリ、これだ、これだ、来たと。はい、はい、いきますよ。せーの、でん。あ、ちょっと近づいた。近づいた。あーね、その3人でしたね。はい。関係ねえ。差も何も関係ねえ現象だ、これ。いや、これ。当たんないね、なかなか。これ本当に当たんのかな。じゃあ、ラスト、俺からのラスト。ラスト送信。俺、もう発信の方になってんのかな。はい。はい、行きましょうか。行きましょう。はい。はい、来い。はい、来い。よいしょ。ああ選んだカードは、うん、これだ。7。7。おお。ちなみに今回は他候補は5。ああ、その辺のイメージですね。そうですね。はい。いきますよ。なんか怖えわ。いきますよ。はい。せーの、でん。え？来た！マジか。最後の最後だと。おお、来た。まあまあまあ6分あ違う3分の1ですから今。うん、そう、まあ10枚だから、まあ、偶然もあるけど、まあまあ、10枚のやつを当てる確率ってなかなか低いから、ね、低いですね。うん、じゃあね、さあ送りますよ。よし、ゴー。じゃあまず僕つける前から来てました。はい。ドン。ドン。三。三。うん。で、三か四。うんうんうん。あそこら辺。俺の中でこうデデンっていう感じでした。うん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 。はい。はい。さ。正解は。どうかな？ベン。ああ。引く。まあ。四引く三だった。まあ、ローナ、ローの方そうですね、ローナ、うん、それ、ハイアンドロー、ただの2V1 になっちゃう。うん、はい、しゃー、いけ、よし、ほっ、こいこいこい。ね、もうちょい、もうちょい、ふっつ。いや、今回ね、正直ね、3つある。おっと、結構多いですね。候補3つある。じゃあ、オープン。オープン。でん。ちょっと自信ない、今回。何本？9。ほう。なんですけど、候補として、はい。6と8なんですよ、最初、出たの。で、偶数かなと思ったんですけど、うん。最後の最後でこれ、ピュッて、9、ああ、9、同じですね。ここで、ここで？
俺と侍さんで受信してくれた。さあ、サトシ本当の正解は、バーン、10。うわー、惜しい惜しい。9は惜しかった。惜しい。確かに9は惜しかった。惜しい。もう一、もう一声だった。いや、6、8だけど、もうちょっと多いかなっていう、なんとなくのこうイメージだったんですけど、ね、9ってやってきたんだけど、いや、違ったな。これ、本当に、よしよかった、こうね、純粋に行くよ。何も考えずに。空っぽにして。真っ白です。真っ白な。陶磁器を使う。この顔やめてもらっていいですか。はいはい、はい、いつでも待ってる。はい、そうそう、はい、いきますよ。はい、あ、ヒートアップしない。こちらのおでこ、あー、いやー、ちょっと待って、わかんない。もう一回聞けるぜ。もっとだ、もっとだ。はい。うまく遅れたかな。いやー、これはね、これはね、いやー、またちょっと惜しくて外れるパターンですから、これ。今回もね、3つぐらいあるんですよ。最終的に来た数字はこれなんですけど、うん、はい、いいですか。はい、はい、せーの、ドンドン、ファイブで、お、悩んだのは、実際悩んだ数字は7と8なんですよ。うん、7と8がぼやっとして、最初7かなみたいな、お、いやでもなんかちょっとぼやけてんなみたいな、うん、最終的に5みたいな、うん、うん、感じです。はい、正解いきますよ。はい、じゃふんふん、デン5。おお当たった。来た来た、3回に1回、3度目の正直。これは完全に、半分の1の確率で僕らは当たってます、うん、当たるっていうことね、伝わってるってことですね。サムライさんも当たってる、ね、当たってる、当たってる、当たってる。もうもうね、サムライさんも当たってますもんね。俺、サムライさんにね、送っちゃったのかな。うん、っつって、当たった、当たった。よかったー、これはまたすごい。うん、あんだけ、だんだん当たらなかったのが、うん、やっぱりここはね、うん、うちらの関係がね、うん、そうだね、息が長い、うん、感じのね、あれがあるんですね。あっといえば、うん、そういう呼吸でね、やってますけどね。そう、いや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 、あー、思った以上にちょっと当たりましたね。まあ、うん、これだから逆にカード少なくして3枚のうちとかそういう確率だったら結構の確率だったかもしれない、うんうんうん、結構幅広くやったから今回でも、はい、うん、10枚の中の1枚を選ぶっていう、うん、毎回毎回10分の1の確率でやってるんで、うん、結構いい確率で当たってますよ、じゃあ。うんね、その最後の1枚のに5って言った時になんかニヤッとしたから、あ、当たったかなと思って当たったようなリアクションしたなと思ってしかも僕らどっちとも3回目で当たってるんですよ。そう、そうなんで、ね、だからちょっとチューニングするのにちょっと2回分ちょっとかかるかなみたいな、3回言えば触るってことですね。大事なことなので3回言いましょう。3回言いましょう。そうそう、じゃあなんかとりあえず今ちょっと2人になっちゃったんですけど、まあ、ね、検証ね、はい、しながらやりましょう。これまあそんなに手も取らせないんで、はい、はい、次何でしたっけ。はい、次宇宙銀行ですね。宇宙銀行、はい、検証2つ目、はい、検証2つ目、はい、ね、宇宙銀行、はい、はい、まあ、皆さんもぜひやってみてください、はい、まあ領収書が1枚ね、なんかちょっとパーってなくなっただけだと思うんだったら全然安いもんじゃないですか。